札幌のたぬき工事3丁目にある複合商業施設もゆく札幌に今日生活雑貨の専門店ロフトがオープンし、開店から多くの人でにぎわっています。先月末、札幌駅前のエスタが閉館したことに伴い、今日たぬき工事にあるもゆく札幌の3階にロフトがオープンしました。売り場面積はエスタと比べ4分の1程度の広さとなっていて、およそ1万8500種類の雑貨が並びます。前よりも家から近くなるので通いやすいなと思って楽しみにしてました。休みの日でないとなかなか札幌駅まで行かないというのがあってね、絶対いいと思います、この近所にあると。現在札幌市内には2店舗のロフトがあり、11月には新札幌にも3店舗目がオープンする予定です。